柳屋さんのすけの豆さを鍛える場所ポッドキャスティングバー。皆さんこんにちは、柳屋さんのすけです。落語カフェの青木でございます。お前なんでお前三之助くんも抜きました。島村すいません、島村がね、ということで、何でしたっけ、明日の歌謡会はとかやるんですよね。明日の歌謡会、はい、そう、今日は放送はいつですか。全然見えないですね。なんか見て言ってるみたいじゃないか、それじゃあ9月28日ですね、うん、柳家三之助、金言という馬吉、あ、これも馬吉三之助、あ、そうですね、という回やってる、はい、そのままですよ、はい、で今日ゲストはですね、はい、春風亭長屋さんでございます、あの、すいません、あの、何週も出続け、まあ、出続けです。これいわゆる居続け最悪のパターン、居残りっていうどうすいません、そういうことで、今回はですね、はい、あの、柳家三之助さんが、もし、病気になって倒れたとき、この場所はどうやってやっていくのかというものを趣味として、最初のほんの少しの間だけは、はい、三之助さんの、まあ、代演、つまりね、これ、あの、先週も言ってましたけどね、大バネちゃいます、ね、大バネですよ、大バネちゃいます。10月2日、鈴本演芸場、夜席小三治師匠の大バネで三之助くんが出ますから、はいはい、それの代わりに、はい、今度は島村が、はい大バネ、大バネ、まあまあ大演となっております。はい、はいはい、よろしくお願いします。はい。はい、もうどう。三之助くん、この辺が限界みたいな。限界ですね。結構いい回だったんですが、いや頑張ってほしかったな、もうちょっとな。でもお素人ですよね。我々はね。でもね、相当島村ファンは今んとこまででもう相当録音してると思う。保存したと思います。まあ、だいたい島村ファンっていうのがいるのかどうかも分からない。いや、いると思うんだけどな。うん、いやだから、まあ、今日今週もね、基本的には島村さんをフィーチャーしながら、うん、脱線しながらね、先週ほとんど一言も喋ってないですけど、相変わらず小杉君もいますね、うん、いますよ、うん、もうね、もうキャラも定まってないけどね、うん、でお腹いっぱいになっちゃいましたからね、まあ、あとは寝るだけですから、もうあとは寝るだけですから、眠いですね。島村さんはもう眠くないんですか。今1時半もありましたけどね。大丈夫です、はい、夜が強い、夜が強い、夜が強いですね。で朝はね、弱いの、弱いですね、朝弱い、なんか低血圧って感じするね、見た目ね、ね、いやだから、とにかくね、僕ら島村さんのこともあんまりよく知らない、実は、うん、何が好きなんですか、食べ物とかには。なし、苦うな、苦うすみません、全然言ってない、全然苦うりって一言も出てないです。なしでしょ、都合やって言うだろう、お前、苦うりなんて言われて、まあ、一人で、そんなに引き走られると困る、何の、全然、全然わかんない、何、例えば、ゴーヤ、例えばじゃ、確かにゴーヤも好きですよ、ゴーヤ好き、好きですよ、ゴーヤが好きですよ、はい、でも一番好きなの、一番好きなの、梨、梨、梨は譲らないね、春風亭ゴーヤさんでございます、長屋、長屋、あ、そうか、ゴーヤじゃない、そう、ねえ、うん、梨が好きって言った、梨、まあほら、千葉っ子ですからね、千葉梨の食べ所ですからね、ね、あとは何がいいですか、梅干し、梅干し、梅干し、ね、梨、梅干し、食い合わせ悪そうですけど、ね、なんとなくね、うん、あのベリー系は大体好きですね、あ、ベリー系、ベリーダンスとか、すいません、ハルベリーとか、ハルベリー、ハルベリー、ベリー系、ハックルベリーとか、ハックルベリー、ハックルベリーね、アリよりハベリーみたいな、アリよりハベリー、アリよりハベリーまでいけるのに、マトカリは許せねえな、なんだろう、ガリだもんだって、ガリだもん、ベリーじゃないもんね、しょうがだもん、ベリーってのは何ベリーなんですか、ブルーベリー、ストロベリー、ブルーベリーはメニューの、ストロベリー、イチゴだ、イチゴです、はい、ラズベリー、ラズベリー、ラズベリーね、あとは。んクランベリー、クランベリー、クランベリーズって言ったね、ゾンビーズだったっけ、いや、そんな洋楽好きだから、ね、なんとかベリー、あとは何ベリーがあるんだろう、皆さん知ってるベリーがありましたらね、うん、ぜひご一報ください、ね、ハルベリーまで出ちゃってるからね、ハルベリー、ハルベリー食い物じゃないですけどね、
あとは何ですか、食べ物。渋いよね、でも欧米かって言われるよね。欧米かって何とかベリーが好き。お酢、お酢さっき今欧米かって言ったのにね。ビネガーとか言ってもらいたい。お酢好きなの。お酢か、お酢。だからカブトムシもどっちかっていうと角のあるから。じゃあなんかあの例えばなんかつけて醤油とかつけて食べる場合お酢とかたくさん入れちゃうの。ちなみにこれはあの青木先輩の妹もそうです。うちの妹さんも、お酢好き。クミユミ、はい、あ、ユミちゃんはクミちゃん。あ、お酢好きなんだ。知らなかった。会社に枚数を置いてるらしい。枚数これその場合ビネガーにした方がいいか。枚ビネガー語呂悪いもん。枚数枚数枚数確か枚数って言葉使ってました。あ、そう。へぇ、酢が好きなんだ。そういう人っているんだね。あのマヨラーみたいな。マヨラーね、スラーだ。私ね、餃子も一番今好きな食べ方ってみんなほらお醤油に酢を入れてラー油、ラー油で。僕はね、酢だけに胡椒をたっぷり振って食べるんですよ。あ、胡椒うまいですね。なんかそれもなんか刺激に飢えてんじゃないの。いや、実はそんな刺激じゃないんですよ、うん、酢だけだと酸っぱいし、うん、胡椒だと、これだけだと辛いでしょ。それ一緒にするとね、ちょうど酸っぱいの、まろやかになるわけ。島村餃子どうやって餃子食べられる。ふざけんなもん。てめえここまでって食えねえのかよ。今日メインなのに餃子食えねえって。食えないのしてて食ったでしょ今。食えないのしてて食ったでしょ今。長い付き合いですね。長いですよ。なさない。もう全部知ってんだから。ね、何だったっけ。な、軟骨が豚骨です。豚骨。全然違うよ。軟骨と豚骨。あれ軟骨が飛び出ちゃってなんか痛いとか。なんだっけその話。じゃあ、 あのね、ビスケットといえばどこのメーカーかっていう、せーの、マリーノ。え、ちょっと待って全然違うね。五人違ったよ。まず一番声のでかかった、うん、春風亭長谷君、森永。森永なんでビスケット作ってるでしょ。あるでしょ。そうだけど、なんか森永乱暴だな。俺子供の頃、森永のビスケットいっぱいなんですよ。俺乱暴でしょ。だって森永もなんかいろいろあるでしょ。いやいや、メーカーって言われたから森永だ。まあ、島村はマックビス。あ、ヤンヤンマクビティ。いやいやなら言うなよお前。いや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 じゃない。これいやいやじゃないです。ヤン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 なマクビティだって嫌じゃない本当に。あ、そうなの。ハイリハイリウェハイリウォーって丸大ハンバーグ。ハイリウォーっていう法律があるんですよ。片桐違う違う片桐ですよ。セラハットハイリウォー、違う、ハイリウォーって法律じゃない、方法があるんですよ。背中にね、理科の理にね、法律の方なの。ああ、なんか証明する僕らの世代全員ハイリハイリフォー全員統治法みたいな。そうそうそう、統治法ね。これこのハイリフォーってあのみたいな。何マクビティ分かるよ。サノスくんは、僕はビスコって言った。あ、ビスコね。ビスコね。ビスケットというよりはもうあれはビスコだね。ビスコはね、うん、確か分かる。何チョイス。ちょっともう何言ってんの。チョイス知らない。四角い知らねえな。おかしいよ、俺マリー。あ、マリー。マリーもある。マリーも岸南光恵子さんからか。マリーとは違うの。マリー、マリーもマリーはあるんだよ。マリーもつってた。あれでしょ、塗るやつ。うん、コーヒーに入れるやつでしょ。あ、マリーもだ。あ、じゃあマリーか。マリーだ。なんかね、あの岸朝子じゃなくて、岸朝子でね、岸恵子さん。岸恵子は全然違うから。全然違うよ全然違う。おはようございますと。そう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 。岸恵子はね、多分マリームだよ。マリーム、ジーム。そっか。まあ、まあ分かりました。じゃあビスケットはドローということで。マリーって森永じゃない。誰も揃わない。マリー森永だよ。マリー森永。ほら森永。チョイスも森永。だから森永っつったら始まらないじゃん。だってメーカーって言って、俺メーカーって言ったら分かった。森永かなと思った。の時によく出されるような
会議の時に、はい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 、お菓子お菓子っつったら何、はい、でせーので言うと、忘れちゃったな、うん、あ、思い出した、はい、PTA にっていう、はい、PTA にお菓子が出るのか知らない、分かった、まあ、なんか集まった時に出るやつでしょ、集まった時に出るお菓子菓子本の中入ってるやつ、ね、菓子本の中に、せーの、ルマンド、ルマンド来た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 、ルマンド3人、ルマンド、ルマンド、あとね、献血の時もルマンド、そうそうそう、ルマンド、ルマンド、ルマンド、食った途端にボロ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 、あのクレープがこう、そうそう、あれ美味しい、ミルクレープみたいな、そうそうそう、紫色のあのね、最近ね、ミニルマンドが出て、長年のルマンド あのボロボロこぼれるって問題が解決されたの。あれは一口で入っちゃうから絶対こぼれないの。そうそう、びっくりした。ハッピーターンはね、今ハッピーパウダー増量中、うん、だって今ね、あれはね、しょっぱくて腹だったの。そう、最初さ 150% 増量とか言って、今 250% まであるからね、もう倍以上、高血圧で殺す気かもやろと思った。もうね、ターンの味が分かんないわけ。ハッピーターン、ハッピーだよ、あれターン、ハッピーとターンなの。ハッピーだよ、マジで。え、ターンにハッピーがかかってんじゃない。ハッピーとターンなの、ハッピーとターン、知らなかった俺。ターンでしょ。マジで？あの背の高い方がターン師匠。竜兵香織みたいな。ロケットハッピー師匠はいつもボケの方、ボケの方。ハッピー師匠。師匠っていうね。結構芸歴。うん。いや、俺前座で入った時どっちか分かんなかったんだよ。ハッピー師匠とターン師匠。ノイルコイルもどっちか分かんなかった。そうそうそう。なるほど。ノイルコイルなんか今だに分かんない。どっちがターンでどっちがターンかも全然わかんない。ハッピーとターンですよ。まあそうなんだ。ハッピーパウダーを今増量してターンの達成がない。ないな。あ、そう、なんつったの、ジョベさん。歌舞伎揚げ。ああ。歌舞伎揚げも強い。あるでしょ。ある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 。でもルマンドだよね。ルマンドね。完全に多数派ですよ。ルマンドとかホワイトロリータ。だから大体ブルボン強いんですよ。ブルボンは強いですね。ホワイトロリータなんかもうずじりと思うじゃん。ちょっと甘いやつと。ケーキロール。バウムロールね。バウムロール。バウムロール。エリーゼね。エリーゼ、エリーゼ、エリーゼ。エリーゼいいね。駄菓子屋で駄菓子屋で10円っつったら何？駄菓子屋で10円。でもなんか思いつくでしょ。うん。俺もういつ。駄菓子屋で10円。10円。10円。全然値段もそうだな。年が分かった。年はだけど10円ね。なんか思いついたで。一応思いついておいて。はい、行きますよ。せーの、アンテナマン。あ、全員違うぞ。全員じゃん。お前何？酔っちゃいか10円で買えねえよ、お前。古いよ。古いよ、お前。いつの話だよ、酔っちゃいか。俺、最低20円だったよ。すぐ30円になりましたよね。俺、フィリックスのガム。あー、ドラクロガムみたいな。ドラクロガムみたいなのね。すげえでけえ当たりの蓋が開いてる。俺もね、もう噛み出してね、噛み出して5噛みぐらいからもう味なくなってきてる。あれ早かったよ。あと風船膨らますだけは楽しいみたいな。そう俺ね、でも迷ったのね、丸カーの風船が。あ、丸ね、そうそう、風船が4つ入ってるよね。そうそう、4つ入ってるやつ。オレンジとね、オレンジとかグレープとかね。あれ当たりあるんだよ。そうそう、あれ当たりました。私はうまい棒。うまい棒10円だったね。10円ですね。何決めた？ふがし。ふがしね、あのね、本当に黒糖使ったやつは高いんですよ。ね、うん、でも赤くって嘘っぽいやつは、あの四角いやつね。四角いやつありましたね。これあんこ玉ね。あんこ玉ね。あんこ玉。知らないあんこ玉。わかる。ブルンっていうやつ。ブルン。まあブルンっていうやつだよ。ブルンっていうやつ、お前のその。そのさ、感覚だけですからね。もうなんかこう、犠牲語の使い方が。ちゃんと言いなさい、ちゃんと。あの、用事で。ずっくとブルンって。それは羊羹でしょ。乳首羊羹でしょ。乳首羊羹聞いたことないです。乳首羊羹、俺ね、へそまんじゅうって聞いたことない。乳首羊羹聞いたことない。初めて聞いた。違ったかな。乳首羊羹、あ、違った。それはあれだ、アイスクリームだ。あの風船の中にあつまえてて、でチューチュー捨てると乳首みたいになる。それはありました。トッパーエース、おっぱいです。あれ俺あの昔敵屋のバイトしてた頃ね、1個100円で売ってましたよ。いわゆるアイスボンボン。あれ美味しかった。チューチュー最後こう叱らびてさ。そうじゃないだろ。えそうじゃないの。あんこ玉っていうのはあんこをきな粉でこうくるんですよ。ただそれだけなの。それで
当たりがあるの。中に白いのが入ってると大きいあんこだと思わない。嫌になっちゃうんだよ。で、俺ね、すごい百発百中で当たるの。大きいあんこだめって名人だったの。当てたくてさ、5個買ってやっと当たってさ、大きいのもらうと嫌がらせんだよ。そうなんか気持ち悪くなって胸焼けしちゃって、俺一発あのね、5つも食うだね。あれね、あの今からあんこ玉をね、やってみる人、俺も選び方教えます。丸いのね。結構ね、丸くないのが結構あるでしょ、あんこ玉って。あれね、当たりの中入れると入れたことによってなんかちょっとあれだからってみんな一生懸命丸くするの。あ、バレねえ。バレねえ。なるほど。一生懸命丸くするで触った数が多いから、うん、明らかに丸いんですよ、それは。人の手がかかってるから。そう私ね、東京出てきてね、日暮里に住んだんです最初、うん、日暮里、うん、もう駄菓子のもう、そう、電動みたいな駄菓子銀座があった、うん、もう今なくなっちゃったけど、うん、でそこで俺生まれて初めてさ、うん、あ、箱で大人買い540円、うん、今屁みたいな値段だけどさ。ねえ、でも箱で買ったよ。当たっても全然嬉しくないですね。あの最初の500円玉ってさ、うん、一番薄いところにさ、日本っていう刻印が入ってんだよね。今はギザギザだけだっけ。そう、日本って入っててさ、これどうやって掘るんだろうって考えてて熱出ちゃったんだよ。地熱ですよね。熱出ちゃう。ギダ熱か。ギダ熱。違う、あのあれ、あのね、それでね、昭和63年だか2年だか分かんないけど、一つだけ裏に上下1点値逆に書いてある。へぇ、そう、ちょっと待ってください。今寒暖つけてください。500円でも持ってくるから、うん、あるかもしれない。へぇ、それは何、あのコイン屋持ってくといくらかになるか。いや、高いんじゃないですか。ねえ、あのそういうのあるよね。だって平成元年のだってほとんどないでしょ。ない。あと昭和64年のやつ。昭和64年が少ないのか。そう7日しかないですか。ギザ中だってなんかほら多少高いはずでしょ。ギザ中ね、ギザ中80円ぐらいで買ってくれんじゃなかったっけ。確かに。あ、そうだった。大丈夫、そうだと思う。ね、あ、今もうないな、そんな一人500円玉。どうなんでしょうね。ねえ、もうそのほら脇に日本って書いてある500円玉もほとんど見ないよね。ないですね、ほとんどね。決まんないわ。だって昭和のあれですもんね、刻印が、うん、今昭和のって見ないですよね、うん、今落語カフェに500円玉大体30枚ぐらいありますが、うん、1枚もありませんでした。あら、そうですか。いや、じゃあ見つけた方差し入れて、差し入れ、ね、現金を要求するようになってしまいました。日本が裏、あの天地逆なんです。すごいね。そんなお金の好きな、うん、島村さんですけど、はい、違うね。島村さんって迫れないんだね、意外とね。島村はね、あのね、エロくないんですよ、うん、島村さん結婚したらどういう家庭を築きたいですか。全然浮かばないですね。まあ、一応願望はどういう感じで。結婚できないからね。そんなことないでしょ。あ、そう、うん。一番キンキンに男の人と付き合ってたのはいつですか。ほら、もう目がギョロッとしちゃった。目が出ちゃいそうですけどね。まあ、非常に僕は長く付き合ってる人は知ってますよ、ね、うん、そういう人がいたっていうのはね。今付き合ってないでしょ。3年前ぐらいですかね。じゃあこの3年間は、はい、もうあれだ、寂しくベタベタすることもなく、なく、芸能人だとどういう人だったんですか。芸能人ほら、ね、うん、好みがあるでしょうか。リスナーの皆さんも分かんねえだろうな。そうですよ。え、それ顔顔、顔、顔、もうルックスだけ。だって、複数、うん、ルックス、松木バカの花、松平健、バカの花って言った今。全然言ってないでしょ。初代全部二代目死んじゃう。何今何て言ったの。松平健。違う、だから松山健一でしょ。そうです。松健って松山健一じゃん。松平健じゃない。松平健じゃない。松下健一じゃないの。松下健。僕のあの友達、日本文芸社の。知りません、その編集者。松山健一。昔麻雀大学でバイトしてたよ。知らないよ。俺知らないみんな。俺知らないよ。俺意外と無名だもん、あいつ。知らないよ、その。知らないでしょ。松健ね。松健。わかんないよ、その松。松山健一。松山健一は三之助レベルではわからない。ね、青木さんの助レベルはもうやばい。豊悦も好き。豊悦かっこいい人がいいのね。
中抜いて、ああどうかな、まっすぐ綺麗っていうんじゃなくて、ちょっとひねってる感じ、ちょっとひねってる感じで、あんまり喋んない感じ、喋る方が好きです。ああまあベラベラ喋ってるというやつなんか目も当てらんだって今見た目っていうまあ見た目はね。ねえ、でも島村さん、あの本当にちょっとね、ちょっと喋ってほしいな。なんか島村さんにこの放送を聞いてる人に対してこうメッセージを、ね、もし島村がラジオをやっていて最終回あと1分時間が残ってるとすれば、島村さんは何を皆さんに語りかけるのかということをですね、聞きつつこの今日の放送を終えてみたいですな。ここからノーカットで、いくら黙っても間を詰めずに、空気感をお届けしたいと思います。一生懸命髪を埋めましたけど、俺1分経ったらまた来週って締めますから、じゃあね、考えましょうね。ということで、一つ、ミンティスも考えなくたっていいです。はい、思いの丈を。今から1分間の時間を差し上げますので、どうぞ、好きなことを。最近たびたび聞き苦しい笑い声など、三之助師匠の、ファンの皆様には大変ご迷惑を、おかけいたしておりましたが、まあ、諸事情で、卒業することになりまして、皆様には、大変温かく、していただいて、ちょっとこの場を去るのは。カサカサしてる、カサカサ寂しいんですけれども、今何秒ですか、あと20秒、あ寂しいんですけれども、また、戻れる時には戻ってこられたら嬉しいななんぞと思っております。すいません、もう勘弁してくださいと、素人ありがとうございました。カフェにはまだたびたび来ると思いますので、歌謡会の時にはね、はい、会の時にはいることがあると思いますので、うん、また、よろしくお願いします。ありがとうございました。よっよっよっということで、今回はびっちりとまた来週以外で、はい、ちなみに次の歌謡会誰だか言いましたっけ、言ったと思うよ、頭に三之助さんと友吉さん、はいはいはい、はい、言ったよね、はい、そういうことでございます。いやーよかった、最後にたっぷりと喋っていただいて、ね、どうですか、だから余命いくばくもないわけでしょ、うん、しねえ、ガン好きだからぜひね、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ということで今回の放送は、はい、まあ今週っていうか今月っていうかさ、うん、だいぶ内容はないね。内容ない。しりとりやっちゃったりとか。しりとりって。しりとりないしりとりとかだったもんね、うん。だってしりとりって本当にやることない時にやることだもんね。うん。うん、でもまあ楽しんでいただけたでしょうかね。ということで、9月の、はい、最後の週のポッドキャスティングをこれでお別れでございます。ごきげんようさよ。